山崎福也、リレーの練習。移籍1年目で10勝を挙げた日本ハム山崎福也投手が7日、エスコンでの秋季キャンプ第2クール2日目にフリー打撃を行い、野手顔負けのスイングで咲く声を放った。今年のオールスターゲーム陣に使用していた赤と黒が貴重のヘルメットにバット、打撃手袋とフル装備でグラウンドへ。T 打撃から鋭いスイングを連発すると、矢沢と同走で回ったフリー打撃では計48スイングで安打性22本。ファンの視線を独り占めした。終盤にはライトスタンド手前にあるブルペンへ叩き込む咲く声も披露。思わず、イエーイと万歳し、球場中から拍手が沸き起こった。今週は投手練習に専念していたが、キャンプ不在の新庄剛志監督から、バッティングやらない?とメッセージが。監督とも話をして、キャンプから少しずつやっていく方向で、と。詳しくはちょっと聞いてないんですけど、監督なりの考えが絶対あると思うので、やった方がいいなって。僕自身もバッティングが好きなのでと明るい表情で汗を拭った。日大三3年陣に準優勝した選抜では大会最多タイ記録の13安打をマーク。希望の打撃センスは健在で、5月30日の阪神戦では投手ながら、6番でサプライズ起用され、先発で7回無失点、打っても決勝VU と大活躍した。7月23日の救援でも、阪神、才木の外角高め直球を鮮やかにレフト前ヒットとしていた。多分磯畑より打てる。来季は二刀流かな?山崎、矢沢、柴田は二刀流で行こう、上原は。矢沢、磯畑よりも打ちそうだからな。投手として登板がない日に、DH もしくは代打で出てきたら、相手は嫌だろうな。いよいよやりますか。完全ではなく、一部二刀流での試合出場が来季にあるかも。先発と代打の二刀流とか、夢があっていい?大谷以外は、これくらいの二刀流が現実的で、リアルですよ。かつての野村克也監督、新庄投手挑戦、の逆パターンですな。打者心理の研究なのか、実際に打席に入って気づくことがあって、サチヤのピッチングに活かせる何かがあると、新庄監督は読んでいるだろうね。新庄監督は遠隔で練習見てるんや。新庄監督はサボる、腐るような選手は使わないことが3年間でよくわかってるから、選手たちは本当に気が抜けない。ピッチャーが打つと嬉しいもんね。